はい、ジュンジーです。ではアイワナシーザームーン続きをやっていきましょう。この月を見る物語、まだまだ序盤でしょう。リドミに書かれている通り全19ステージありますか。あ、ボス戦か。なんかボス戦って感じしましたね。全19ステージありますから、こんなのはまだまだ序盤も序盤。さあ戦っていこうか。これは針に打って跳ね返すタイプではないと。無限ジャンプができるわけでもない。これ乗れる。あ、なるほど。あ、わかったわかったわかった。乗って結局はあのブラックなリンゴちゃんに与えろってことか。なるほど、わかりました。まあ、基本的にはボスは全部リンゴなのか。あー、でステージギミックプラス弾打ってきながら、それをこう駆使しながら、そうね、考えながら、ボスにダメージを与えていくってことが。でもちょっと待って、これ届かなくないか。届かないパターンもあんのか。ブロックの配置的に届かないケースも。あー、これジャンプが狭いやつか。狭いっていうか重たいやつね。一発与えられた。ちょっと重たいの難しいな。でそんでもってこれふわりね。ふわりはいいんだが、これ届くか。あ、届く。オッケー。あ、結構いける結構いける。効率よく与えていけば1回で最高で3ダメージぐらい与えられるかもしれないよ。無敵時間、あ、無敵時間ほとんどないから、そうね、結構効率よく与えられそう。ちょっと重たいのちょっと厳しいな。重たいのは、あ、待った、危ない。ちょっとやめよう。これあんまり攻めるとやられそう。そんな感じ。このふわりが一番いい。ふわりがすごくやりやすいよ。でも当たんないなこれ。え、待ってちょっとそして針当たり判定あるのね。ここまでちょっとだけ歩かされますから、早めに倒しちゃおう。行こう。さて、黒いリンゴちゃん、あのブワリが来てくれると嬉しいな。これいいね。これ あの何がいいって、ダメージチャンスそれほどないですけど、ひとまずね、被弾はほとんどしないんで、そこが嬉しい。でもってこれなんだっけ、あ、高速か。無敵時間ほとんどないですねこれ。あ、これそこまでいかなきゃダメ。あー、与えられそう。重力が重たくなるのはこれちょっとこう、あ、これ、あ、意外といいかもこれ。あ、これ意外といいかも。うん、あの出現位置にもよりますけど、かなり効率よく与えられるぞこれ。待って、オーケー、すごい。うん、これパターンによるね。またこれか。そしたらさっさと乗っちゃう。これはいいぞ。オーケー、すごくいい。これ第二形態なければ倒せる。またこれちょっと行かない方がいいかこれ。こういうところで、いや、いける。よしちょっとでも与えてく。その一発が勝機を分けることはある。あ、また今回やめよう。今回やめる。ちょっとなんか行かない方がいい気がした、直感的に。まあ、同じふわりか。ふわりいいんだけど、待ってね、ふわりよろしいんだが、一発でも当たってくれ。くそ、ちょっとかすったね。またこれか。位置的にはまあまあいいかよ。あ、いい。よし倒した。結構早かったぞ。うん、まあ無限ジャンプだったらね、糸もたやすいんでしょうけども、やっぱギミック剣ってのがちょっと難しかったかな。ちょっとね。よし、お、次なるステージかい。どこへでも行くよ。下に降りていく。あ、あー、なんかすごく幻想的で美しいこの風景のところに来ましたね。いや、この曲と相まって本当に幻想的なマップですよね。うん、なんかずっとこう眺めていたくなるような、そんなマップで、多分ですね、ここがベース、まあ、あの拠点となって、この左右上下、まあ、上から来ましたけど、まあ、左右とか下とか、まあ、その辺りにこう進んでいって、なんか取得していくんじゃないかなと思います。なんで本当ここが拠点でしょうね。でもってこの、ミスティックノール、ノールというのが、小さな山という意味なので、まああの神秘的な小さい山、ちっちゃい山ということでしょう。
ではどっから行こうかね。左から行きましょうか。なんか左から行きたくなっちゃうのよね。ほい。ああ、なるほど。まあ、とりあえず進めていこうか。よいしょ。まあ、きっと先にボスがいて、そいつを倒して、進んでいくんでしょう。ここセーブありそう。うん。もしセーブでなければ意味深な空間。上行けないから、ぐわっとで。ああ、難易度はまあ若干難しくはなってきてるものの、まだまだ、ああ、とてもやりやすい。そしてこのし、うん。激しいじゃないの。あ、どこ行くの？このね、あの神秘的な背景を拝みながら進めるっていうのがすごく気持ちいい。んで、こいつは、あ、もしかして磁気狙いか。ああ、そういうことか。うわー。待った待った待った。ああ、待った待った。うん、今隙間入れそうだったな。ちょっと入れそうだったが。で、ぐわっと来るから、さっと行く。よしよし。そいつはなんだ？そいつは、お、ああ、しまった。うっす。今のは避けなきゃダメよ。アイワナにおいてボケっとしてるなんて、まあ、それもあのデスしていいですよという、まあ、そういうメッセージになってしまいますからね。意思表示になっちゃうから気をつけなきゃいけないですね。よし、スイッチ押すと、あ、ここ、あー、黄色ってなんだかちょっと忘れちゃいましたけども、まあ行けるようになったってことですよね。あそこまた戻んのか、あのフォレストステージ。そういうことか、わかりました。とりあえずここはスイッチを押すだけで、スイッチってこれ覚えるよね、さすがに。あ、そうね、覚えてるね。よしよし。で、また戻っていくと。戻ってって、でも他にも右と下行けるから、あ、しまっ、右と下がまだ残ってますから、まずその辺りを攻め込んでいくか。よいしょ、こう行きたかったのよ。最高。あ、なんかある。これなんだ、ちょっと一回、あー、見れるのか。またこう思い返すことができるのね、何が起きたかを。そういうことか。忘れないようにこうするような措置、いいですね、親切。さて行こう。あ、それにしても本当このマップ好きだな、雰囲気がすごく好き。あ、またスイッチがある。これこっちから行けない。まあそりゃそうか。そしてあのリンゴ、これ何が起きんの。磁気狙い、あ、追尾か。あー、なるほど。スピード的にはまあまあ若干キッド君の方が遅いって感じだろうけど、まあその程度では私を倒すことはできない。あ、ここ、あ、確かに怪しかったもんね、あそこ。あ、あれが毒と、まあ、いくつかでは進むべき、進むことができる道ができたということか。あー、なるほどね。まあ、この調子で多分下はそしたら戻ってけるってことか。え、どうなってんだこれ。ショット、うん、あ、いや、選択肢多いな。右は、一回セーブ。なんかあの結構行くべき道が、まあ、一気に増えましたね。どうしよう。とりあえずそこも入りたいし下も行きたいんだけど、まずは左も行ってみましょうか。あ、でもここは先行った方が良さそう。鍵ありますから、左下に。まずはそれ取って、うわっ、ひどいじゃないの、罠か。タンタン、よしよし、たやすいね。まああの避けられない罠だったらまだ来ちゃいけないよって意味かなと思ったけど、避けられたんで。うわ、これ待って、でっかく、いや、ちっちゃいジャンプの水か。これね、ワンジャンプで入って、で一回トゥエーって言っちゃったけど、一回真ん中で行って一気に行っちゃう。うん、あんまりこう対空してると感覚がねおかしくなってきちゃうんで、もう行ける時に一気に行く。これも一回ワンジャンプでくぐ調整して、え、嘘、一発で決めたかったな、あそこ決めたかったです。ちょっと右深く押しすぎちゃったかな。あ、もう一気にいっちゃうか。もう一気にいっちゃうスタイルに変えました。これ鍵ね、取ろう。ん、鍵を手に入れた。宇宙ステージのどこかで使おうか。ああ、ありましたね、右上。頭に鍵を、え、これって待って、さすがに取った判定だよねこれ。一回ちょっとセーブしてリスタートしてみましょうか。よ、あ、そうね、オッケーオッケーオッケー。でもなんかこうやってあの鍵マークがずっと頭の上に乗ってるとちょっと気になってきちゃいますよね。まずはこの鍵を消化する宇宙ステージに行った方がいいんじゃないかと思っちゃうけど、まあとりあえずまあそのあたりは直感で行きましょうか。とりあえず下行きましょう。あ、また下の前に右も入ってみようか。もう下行っちゃったら戻ってはなかなか来れなそうなんで、そこ一回入ろうか。何があるか、鍵とか。あー、
ここ看板、ここでは残った資格を確認できる。すべて倒したとき先へ進むことができると。ってことはこの道は最後か。あのフォレストステージの奥ですよね。まだ3体いると。で、あーということは、とりあえず下行こう。これ戻ってくんじゃないかな。どうなんだろう。あ、そうっぽいなこれ。あー帰ってきた。いろいろつながってきましたね。これ何？おお、親切、親切な道案内が。空、遺跡、海、氷名前特についてないんですね。なるほど。中、現時点、なるほど。でこれ、これが、あー分かりました。じゃあどっから行こうかね。迷うな。そしたらちょっとあの鍵マークがついていてちょっと気にはなりますけどもね。まあもしかしたらあの兜のように何か降ってくる針を防いでくれるかもしれないんで、まあ、その 1% の期待を持ちつつ、やっぱりはそうね、進んだ順にやっていきたいと思うので、まあ、攻略していきたいと思うんで、まずは森ステージ行きましょうか。森、そうね、そこまでカットしましょう。はい、やってきました森ステージ。では行きましょう。これ入って早速のこの下ですかね。この下が、隠し通路になっていて、でここにさっき見えたこれがあるんですよね。これ黄色ってなんだっけ。高速か。なるほど。んじゃあ行きます。これで飛べるよ。うわ結構ブワーンと行くね。で行けるようになって新ステージか。おー来た。森ステージは続くと。ちょっと深いところにやってきたのかしら。進めていこうか。まあ徐々に難しくはなっていってる。これ倒せないってると思うんだけども、なんだ、じわりと動いてくる。そんなタイプか。まあただよ、それほどな脅威でもないでしょう。ほっ、とりあえずあのスピードには追いつかれない自信はあるんで。待って、これどこ行く。ああそうか、そういうことか。なるほど。ほっ、で、あでグワッと行けってことか。あーなんかスッと来れました。さあセーブ、これよし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 。え、ああそうか、あれは鍵じゃないね。リンゴを倒、やらしい動きしてくる。この下に通路があるってことはまた多分またなんか戻ってこいってことでしょこれ。 OK。 であいつもなんかすんなりは倒させてくれなそうな。キース、わあよかったよかった。まあ何でもちょっと警戒していくのが一番いいですね。青いのは何。でもまだ開いてないもんね。倒さなきゃダメ。あ、待った、そういうことか。 OKOKOK。 待て待て、いけるいける。あ、待て待て、触れちゃった。う、嘘、でもだとし、触れちゃいけないか。ここから撃てってことか。あーなるほど、わかりました。でもさ、あの青いリンゴを撃ってそんなに間に合いますかね。ちょっとやってみるか。とりあえずこういっていけるか、いけるか。いや間に合わなくない。あ、なるほど、そうかそうかそうでもないと、そうだよね、間に合わないよね。ここまで着地してブロックを出さずにっていう方法かなと思ったけど、まあ、どうしても間に合いませんでしたもんね。よかったよかった。さて次はセーブ。あった、嬉しい。んで、うわなんかこれ、このあの黄色っていうか金色の針、見たことありますんで、あのオーシャンステージの手前で、なんで多分、うわ多分その辺りから出てくるんじゃないかなと思うんだけどね。待って待って待って、よしよし。これはとりあえずこれでもうここは行き止まりか。戻れということね。多分そんな感じだと思うんで行きましょうか。あ危ない、こっち行ける、行けないと。よしよし、じゃあ戻りましょうか。戻ってこう。今ここから戻っていく時に気づいたんでリスタートしたんですが、そういやここってどうやって戻るんだろうなと思ったら開いてくれると帰りは結構すんなりと通してくれるのね。先ほどお伝えした通り、多分オーシャンステージの手前がなんか変化起きてると思うんで、とりあえずその辺りまで行きましょうか。でセーブして終了としたいと思います。そうですね、じゃそこまでまたカットしようかな。ほいっと、あれ、よしよし、これでいいでしょう。でもってここが、あ、やっぱ行けるようになってるね。じゃあ次回は多分これマップ切り替わったらセーブあると思うんで、まあ、セーブ1区間取ったら
終了にしましょう。あれよ、あ、ない。なんかまた洞窟に入ってきますね。しかも背景暗いから不穏だぞ。あ、来た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 。よし、じゃあセーブ。なんかこの液体毒々しいんですけど、入って大丈夫なのかしら。ということで、まあ、次回はこの、シーショアケイブ、まあ、あの海辺の洞窟ですかね、このステージを攻略していきましょうですね。またボスがこの先にいると思いますんで、バシッと倒してまた次なる、ステージ行きたいと思うんですけど、しばらくはこのね頭の上のカギちゃんと一緒に冒険していくことになりそうですね。はい、ということで次回も頑張っていきましょうですね。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。